マーガス・マーガンサー・カワアイサは、カモモクカモカ・ウミアイサ族に分類される鳥類の一種。全帰宅に分布する。ユーラシア大陸中北部と北アメリカ北部で繁殖し、冬期はヨーロッパ、中央アジア、インド東部、中国東部、朝鮮半島、北アメリカ中部などに渡り越冬する。日本へは冬鳥として九州以北にトライするが、北日本の方がトライ数が多い。 北海道では流鳥として少数が繁殖している。カモ類の中では最も細長く見える種の一つ。全長はオスで概ね68センチメートル程度。メスはオスよりかなり小さく平均値は60センチメートル程度。オスは頭部が緑色光沢のある黒色で、感はないが後頭部が膨らんで見える。首から脇、胸よび仮面と背や 小雨服、三裂風切り等は白い。背の上面は黒い。メスは頭部が茶褐色で、関羽は短い。胸から体の下面は白色で、背からの体の上面は肺褐色である。私有ともくちばしと足は赤い。越冬時は和名の通り湖障、河川などの淡水域に生息するが、内湾や沿岸部の浅瀬にも生息している。北日本では、 海水域に多く生息し、西日本では、淡水域に多く生息する傾向がある。あまり大きな群れは作らず、1、数羽の将軍で生活する。繁殖期は、内陸の故障の周辺の草原や湿地に生息する。植生は主に動物食。潜水して、魚類を捕食するが、郊外の公園に生息する個体の中には、人間が与えるパンなどを食べているものもいる。 繁殖形態は卵生。繁殖期は4から6月で、地上に枯れ草などを用いて皿状の巣を作るが、軌道を利用することもある。放乱、育数は、メスが行う。鳴き声は、カルル、カルル。三亜種が存在する。死友とも産み合いさによく似ているが、本種の方がやや大型である。また、オスの場合は、関羽がなく、胸と脇が白いことで、メスは、 喉の白斑がはっきりしていること等で識別される。高麗愛さは本種よりやや小型で脇に臨場のブチがある。ありがとうございます。